はい、どうも、としぼいチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、本日はこちらでございます。はい。不思議な写真。はい。はい。ということで、我々、何度か、心霊写真みたいなものとかは、やったりとかしたと思うんですよね。特集として。今回はですね、皆さんからいろんな、写真とか画像とかいただいてるんですけども、心霊写真っていうのはちょっと微妙というか、でも不思議な写真であるのには間違いないみたいなものが結構あるんですよ。言い方悪いけども二軍ってこと？いや違います。怖い要素はあんまりないかもしれないけど、なんでこんなものが撮れたんだろうみたいなものがいくつかあったんですよ。それ興味ありますね。心霊写真っぽいのもあるんですけれども、でそれを僕やっぱりカメラは詳しくないんですね、全く撮ったりとかもしないし、どういうシステムなのかも分かんないんで、詳しい人とかに逆にこの現象ってどうやったら起きるんだろうみたいなのが分かるかがいけたら教えていただきたいなっていうのも含めて、確かに映像監督さんとかが見てくれたりしてるみたいなので、そういう人たちが見ても分かんないものってもあったりするんですよ。そういうのがね不思議だなと思っているので、ここでちょっとまとめていくつかを紹介したいなと思っておりまして、いいですね。僕も興味ありますそれは。じゃあまずですね、不思議度で言うとね、不思議度これもう意味が分かんない、不思議っていう感じのやつがあるんですけれども、中のなんぼじゃあ4から。あ、結構じゃない、いいっすね、興味ある。こっからいこうかな。じゃあ、あるですね男性の方からいただいたものでございまして、それがですね普通の自宅の犬の写真を撮ってるんですけども、なんでもない写真じゃない、なんでもない写真なんですけども、その犬を撮っている画角とは違う場所で、ある不思議な出来事が起きているという写真でございまして、そちらがこれでございます。別に、これ？そうなんですよ。何これ？何これなんですよ。で、これちょっとアップしますね。何これ？この。何これ？これさ。なんなのこれ。いや、そうなのよ。で、これね、ご本人に聞いたんですよ。これは何でしょうということを聞いたんですけれども、もちろんわからないというわけですよ。で、これをね、写真撮った時に、いろいろ見てもらったんですって。まず、こういう映り込み方はしないと。モニターに。例えば、モニターに何かが映ってそう見えているっていう、色合いでもないし、濃かったもんね。立体感も映ってるものっていう感じではないんですよね。で、これじゃあ何なのっていう話ではあるんですけれども、これが取れる前まで仕事が全くうまくいってなかったそうなんですよ。なんですけど、これが取れた後になぜか契約がボンボンボンと決まって、すごい仕事がスムーズにうまくいくようになったということで、何かいいことが起こる予兆のものなのかもしれないというようなことは言ってらっしゃるんですよね。で、この方自身がかなり霊感が強い感じの方なので、何かしら心霊写真みたいなのは撮れたりとかすることがあるそうなんですけども、でもその中でも異色を放っている何これっていう特に何もこれかもっていうの、金玉とかは金玉っていうさ、家の中に空飛ぶ古銭みたいなものがふーって舞い込んでいったら、その家っていうのがものすごいお金持ちになったりとか仕事がうまくいくっていうような伝承があったりするんですね。これ妖怪の一つなんて言われてるんですけど、金玉、金の霊って書いて金玉なんですけど、それとかっていうのはちょっと丸っこいし、昔のお金のどっかの一部みたいな。俺はね、最初に思ったのは何かのお札みたいなものなのかなってちょっと思ったんですよ。お札にも確かに見えるね。何かを封印してるような形でペタってなってるのかなって思ったんですけど、もちろんこのテレビにこんなものは貼られてないんですよ。なんですけど、写真では出てきたっていう謎写真です。あれかな、ウォーズマンの頭部を封印、ウォーズマンの頭部がさ、このあれって面こんなですけど、これがパカッと取れるんですよね。パカッと取れたウォーズマンの頭部じゃない？それにもちょっと見えますよね。それにもちょっと見えますよね。ウォーズマンに詳しい方はね、ぜひその辺違うよっていう場合は言っていただければ。違うよっていう場合だけ言ってくるんですか？ノブさんが詳しいですからね、七不思議のね。じゃあ次いきたいと思います。はい、お願いします。これはですね、オカルトネーム町田インコさんという方にいただいたものなんですけども、2010年の8月にですね、奈良県で開催される十日会という、まあ、お祭りみたいなものがあるんですけれども、まあ、それで撮影したものなんですけれども、ある角度で、まあ、写真を撮ったんですね、デジカメで。で撮ったんですけど、フラッシュ焚いてなかったっていうことで、フラッシュを焚き直してもう一度同じ画角で撮ったんですよ。そしたらですね、焚いてない時と焚いた時でかなり違いが出てしまったと。そんな出る違いなんて。でこれはもしかして、いわゆるオーブとかそういうものなのかなというような感じでいただいてるんですけど、じゃあちょっと怖がってるというよりは本当に不思議だという。不思議というやつなんです。不思議度でいうと不思議度は4で、一緒で生きちゃいます。普通変えてくるだろ。テレビなんかこいつ本当に。まあいいでしょう。同じ4ね。僕の中では4。たまたまね。まずじゃあ、これが普通の画角で撮ったもの。普通じゃない。これをフラッシュ焚くとこうなるんですよね。あ、本当だ。オーブ的なものがこう映る。でも、これってだから僕はなんかそのカメラの仕組みでね、そうなんか、フラッシュを焚いた時になりやすいとかがあるのかなと思ったんですけども、じゃあ次のやつ、これなんですけども、こうなるんですよ。すっごっすっごっこれだからさっきとの誇りとかそういう系になるんだとしてもちょっとなり方が違う気がするんですよ。絶対違うよ。でやっぱりその薄いやつとかもあるんですよ。なんでそれがだからその状況によってなったり、すごくない？濃くなったり薄くなったりとか。だってさ、フラッシュ焚いて、ほこりでこうなるとしようよ。しようよ。じゃあさ、フラッシュなんて夜焚けねえじゃん。いや、だから。全部でこうなるんだったとしたらさ。そう。で、全部でそうなってるような、同じようなんならまだわかるんだけど、ここの位置だけ。この位置が特にバーンって強い。だってさ、この出てるとこの右側さ、落ちてないもんね。そうそうそう。薄く。そうそう。だから前の画角よりもはるかに濃く出ちゃってる。これすごいね。これもちょっとなんていうかね、不思議度高いというか、何なんだろうということなんです。すごいですね。ところジョージさん。はい。でまあそもそもこの十日会ってやつはなんか1999年にそのろうそくの明かりとかをこうやることによって刀身の先にできる花の形の塊みたいなのが縁起がいいというふうにされていて、これを訪れた人がまあ幸せになるようにろうそく一つ一つに明かりを灯すみたいなことをやっているそうなので、縁起のいいことなのかなというふうにまあまあ思いますけれどもね。だとしてもまあちょっとまあ不思議ですよね。これ確かに4だな。いいでしょう。4と4だわ。じゃあ次こちら行きたいと思います。面白いなこれね。一見何も起きてないんじゃないって思うようなやつなんですけども、ポヨンさんという方が送っていただいたやつなんですけど、鎌ヶ谷大仏というところかなに帰った時の写真だということなんですけども、普通にいわゆる何でもないというか、駐車場みたいなところの写真なんですけども、一瞬見た時は別に何も気づかなかったんですけど、よく見るとあれ確かにおかしいぞってなったっていう写真ですね。これなんですけど、不思議度で言うと不思議度は2ですね。あ、2なんだ。これ違います。あ、違った、ごめんなさい。どここの電信柱の上の黒い、これかなと思って。違うんですよ。それじゃないんです。こっちなんですよ。あ、歪んでるってこと。下の本当だ、時空が歪んでるみたいな写真が撮れたっていうやつなんですけど、なんか絨毯みたい。これ4じゃないで絨毯みたいな。いや、これだからその僕はだからカメラのなんか、例えばほらなんかすごい暑いところ行くとこうなんて蜃気楼みたいになるとかあったりするじゃないですか。なんかそういう温度とか気温とかでなんか違う風に映るとかあんのかなと思ってるんですけど、でも少なくともこの後に普通に撮ったやつはぐにゃぐにゃにもなっていないので、まあなんでこれだけなったんだろうなということで、まあ不思議ですっていうので送られてきた、まあ心霊写真ですかね。電信柱の上もおかしなかった。電信柱の上黒いのいたよね。これなんかまあ変だね。確かにこれおかしいな。なんかあるよね。この黒いのも。てかね、全体的になんか曲がってんだよね。ああ、確かに。あ、確かにそうですね。全体的に。日の光とかもぐに、え、なんだこれ。ここだけすっごいわかりやすい。本当だ。確かにね。下はなんかその直線があるから確かに変な風に見えるけど、太陽も雲もおかしいわ。だから全体がこう歪んでる謎の写真が撮れました。ワームホール入るときみたいな、ぐにゃーって。だから異世界感がちょっとある、不思議な写真なんです。面白い。これもまあ、ちょっと変わってるというか、なんだろこれっていうやつなんですけど。確かにね。で、これはね、写真というよりかは、現象がちょっと不思議だったっていうパターンがありまして、はい、これはね、秋元さんという方ですね、にいただいたんですけども、はい、まあ、じゃあこちらはね、ちょっと先に写真の方を見ていただこうかなと思うんですけれども、これ不思議度で言うと不思議度3かな。3、ああ、3ですか。まあ、これもね、だから写真はこちらなんです。まず写真を、うん、いやいやいや、イケメンが写ってるだけ。そう、うん、とあるイケメンが写ってるだけの写真。これどこの子これ可愛い顔してるけど、これトシボーイズの岸本さんですけども、はい。まあ別になんてことない、まあとあるイベントのやつなんですね。とあるイベントだ。でこれが変だって言うんですよ。なんでなんでって思うじゃないですか。これね、撮ってる時に気づいたんですけども、いっぱい連写してるんですよ、スマホで。同じようにパパパパパパパっていっぱいみんなそういうことやってる方いたじゃないですか。何枚もいいショットが出るまでバーンって打つ、連打してたよ。でこの方もそういう感じでやってたそうなんですけども、なぜか遠くの画角で撮ってたのに急に俺のアップが撮れたっていう謎の写真なんですよ。じゃあその遠い写真遠い写真遠い写真、岸本のアップ遠い写真遠い写真っていうこと。そうで、これが分かりやすい。あ、本当だ。パパパパパパって撮ってるんですけど、なぜか謎の真っ黒になってるやつと、あと急に俺のアップだけが撮れてるっていう、何でしょうねこれね。これ謎の現象。確かになんなんっていう。でこれがだから札幌のやつですよね、もののけ録なんですよ。でこれね、もう一つ同じようなやつで、もう札幌もののけ録つながりのやつでいただいたのがありまして、札幌もののけ録のポスターにまつわるちょっと変わったやつ。俺見てるよ、ポスターなんか何回も。そうですよね。これなんですけど、まあわかりませんよね、パッと見。いや、わかりませんよ。でももうよく見たやつじゃないですか。何度も見てるよこれ。これね、普通にパッと見た感じだとわかんないんですけど、ちょっと画角を変えて近づいていくと、なんかね、人型のやつがこうここにいるっていうんですよ。ちょっとわかりません。いや、ちょっともわかりません。わかんないですか。これが人型の顔に見えるよねってなるじゃないですか。まあでもたまたまそう見えるっぽい気がしたんです、僕は。これ他のやつで見るといないんですよ。本当だ、いない。だからここの画角で撮った時だけが現れた謎のこの。あ、本当だ。のの時にやつだ。この時はいるわ。言い直してたんじゃないけど。本当にいるいる。でもこうなっちゃう。変なもの見たらこうなっちゃう。ののところにいるわ。さっきのやつはののところにいないのに、この時だけののところにいるわ。そうなんです。はい。っていう、ちょっと変わったパターンの。札幌もののけ録さ、何回かなんかそういうのあったよね。変なのが撮れますみたいなやつとか。ありました。てか、その、岸本さんの出てない僕とミキさんと早友さんと翔平さんの時も、僕の手が6本とか7本になってて困ったし、結構北海道で写真撮るとおかしなことはたくさんありますね。いやだからなんかね、その何かしらこれを撮ることによって、なんでしょうね、カメラ系にはなんか支障が起きてる人がまあまあいるということなんですよね。面白い。でじゃあ次、これはね、もうこれは心霊写真的な感じに近いと思うんですけど、ね、じゃあ不思議というよりは恐怖。恐怖、まあまあ不思議、僕は不思議でも、うん、不思議じゃ度合いなんぼですか。これ僕 5です、ね。ああ来た、最後に5。うん。つくしぐらいの5。はいはい、いいですね。あるですね、まあ、うん、職場の写真でして、うん、で、名前っていうかわかんないんで、K さんという女性の方なんですけど、ね、はい、この職場いろいろ起こっていることがあったと、うん、なんかが聞こえたりとか、生きてないんじゃないのこの人っていうような人と出会ったりみたいなことがあるんですけれども、なかなかじゃない。その職場での写真で撮れたものがこれなんですね。うん、まあ、休憩中みたいな感じだと思うんですけども、うん、どこに変なものがあるか分かりますか、ね、え、作業服みんな着てるじゃないですか。うん、ちょっとねパッと見、僕もあんまりすぐには分かんなかったんですけど、そもそも自動販売機なんてないとかだとしたらすごいね、コカ・コーラ社の幽霊それはすごいわ、ちょっと現地行かないと判断つかないんだけど、違うんですよ。あのね、この方曰くコナン君に出てくるあの犯人の黒い影みたいなのがあるじゃないですか。目が鋭い、うん、口鋭いあれみたいなのがいたって言うんですよ。そうなんですよ。これね、近づいてみないとピンとこないと思うんですけど、はい、すっごいはっきり手形が出てて、本当だ、すごっ、人の形っぽいんですよね。こうやってる感じ。そうっすね、これいう風にマジじゃん一緒に写真じゃんこれ。綺麗な手形だよね、うん、これが急遽急に撮れたらしいですね。怖っ。ほんで、うん、今日の服おしゃれやの、今見たらこれもらったやつです。おしゃれ、手作りっぽい。お客さんにいただいて、ああございます、おしゃれにしていただいて、本当にね、おしゃれと5ですわ、ありがとうございますっていう。これすごいね。これはこれで面白いですよね。うん、すごい。見れば見るほど手がやっぱくっきりなんですよね。いやいや本当に、これ本当手にしか見えない。今もうこうしてるわ。うんっていう写真、まあ他にもちょっとねいろいろいただいてるんですけれども、結構今回は、うん、例えばカメラのなんかの機能でそうなってる可能性もあるとかっていうのをあえてちょっと選んでるんですよね。で詳しい方はちょっとこうすればこうなるっていうのを教えていただけると、次にそのね僕らが見る時とかに分かったりすることがあるかなと思うので、判断しやすいしとこ。そうですね、こういうとこ見ていただければ、どうか違いがとかね、そうそう、なるからね。今回はちょっとそういう系を自分の中で選んでみたので、もし、いや私もこういうちょっとね心霊とは違うかもしれないけど、不思議なものが撮れたとか、まあもちろん心霊でもいいんですけど、っていうのがもし写真ありましたらメールとかに送っていただければなと思いますので、面白かった、またじゃあ機会があればやろうかなと思っております。はい、お願いします。ありがとうございました。はいということで、我々サブチャンネルもやっております。としみなティチャンネルです。そちらも登録お願いします。はい、お願いします。さらに、我々、都市部秘密クラブというのもやっております。こちらも、会員制ですが、ぜひお願いいたします。お願いします。1億人突破目指しておりますけども、はい、我々ですね、ついに1億再生というのを突破させていただきました。ありがとうございます。1億見てるっていうことですから、すごいよね、1億見てるってね、ちょっと想像つかないレベルになってきてるんですよね。うん、ありがたいですよ。なんでちょっと1億人どうこうって言ってましたけど、はい、あんまりない話じゃないんじゃないかなって思い始めてるんで僕1億再生と1億登録者って1億人が1再生すれば1億再生ですから。あ、まあまあそうですけど、そう考えると意外と無理じゃないんじゃないかなって思い始めてきてるんで、まあ、登録せず見てるのもたくさんいるけれども、まあまあでもまあ1億登録者いる人も25万人登録の時があったわけですから、もちろんそうですよ。そうですよ、だからまあ行かないっていうのは言えないですよね。そういけるかもしれない。だからちょっと現実味を帯びてきたのでね、みんなねチャンネル登録バンバン周りにおすすめしていただければ、そうですね、ぜひぜひすぐ行くと思いますので、はい、待っててください。はい、ありがとうございました。